了解。敵艦隊の編成はあの大型戦闘機に、高速突撃艦、そして機関の高速戦艦だ。分かりやすくていいじゃない、任せといて。ただ今回は紋章機の翼は出ていない。この前みたいにパワーアップしているわけじゃないから注意しろよ。と言ったって今まで通りってことだろ。だったら負けるわけないさ。そうだろ、みんな。その通りです。白き月にたどり着くまでは負けるわけにはいきませんわ。となんとかなりますよ。そうですよね、タクトさん。もう一度作戦内容を確認する。はい、お待たせしました。いつでも行けます。了解。エオニア様の邪魔はさせない。沈みなさい、エルシオール。敵艦隊、さらに接近。ここでやられてたまるか。エンジェル隊、戦闘開始。なんだ、回避されたのかよ。僕の攻撃をかわすとは。
なんてグレーな。私一生懸命頑張ります。おっと、狙いが逸れてしまったよ。こんな攻撃もかわせないのか。また来たしたか。もっと楽しませておくれよ。こうでなくちゃな。今日のところは引き上げるか。次は本気でいったらな。攻撃を回避しました。次は外さないよ。早くこの戦いを終わらせて平和を取り戻しましょう。攻撃を回避されましたわ。チャンスでしたね。トリックマスター、攻撃に成功いたしましたわ。もっと楽しんでいくにな。回避されちゃったわ。この辺で引き上げるとしよう。紋章機を壊されては困るしね。了解です。今すぐ行きます。目標捉えた。回避されたわ。これより攻撃に移るよ。攻撃は回避した。今度はこっちから行くよ。はい、タクトさん。狙いがそれましたわ。私としたことが。しまった、狙いがそれだよ。これ以上悲しい思いをする人が出ないようにしないと。当たんないな。今度は外さねえぞ。2番機、攻撃を始めるわ。敵がどんなに強くても絶対に負けません。あ、かわしやがった。ムカつく。ハーベスター、攻撃成功。他のみんなの様子も見ていてくださいね。面白くないしな。ハーベスター、目標からの攻撃をかわしました。なんで回避されたのかよ。頑張って白き隙までたどり着きましょう。被弾化しようか。面白くない攻撃をかわすな。サムキ、攻撃を開始いたします。簡単に落ちたら面白くないしな。交代する。しまった、攻撃がかわされたよ。私の攻撃を回避した。意外と素早いね。よっ、やるな。あの、この戦いが終わったら。いえ、なんでもないです。しまった。止めー、あかんぞ。あ、かわしやがった。ムカつく。はい、タクトさん。僕の攻撃をかわすとは。なんてブレ。言われなくても分かってるわ。カンフーファイター、了解。回避したのか。この風情が生意気だ。しまった、狙いがそれだ。回避したのか。これ以上エオニア勢が思うよ。生意気だ。そんな攻撃に当たるもんですか。私としたことが。ああ、もうなんで当たんないのよ。うそ、攻撃が外れた。修理の指示は早めにお願いします。了解です、タキトさん。2番機、攻撃を始めるわ。なんで回避されたのかよ。当たったようだな。まあ、他の皆さんの攻撃の力を見た。こちらの攻撃が当たりません。攻撃に失敗しました。こちらの攻撃が当たりません。了解です、今すぐ行きます。次は逃がさん。しまった、命中していない。もっとしっかり狙え。はい、タクトさん。もし、どこを狙っている。敵が見えていないのか。よし、撃墜。絶好調です、タクトさん。はい、タクトさん。回避成功。そうだ、どんなもんで。命中してない。よし、撃墜。しっかり狙え。絶好調です、タクトさん。
はい、タクトさん、大当たりです。タクトさん、次もこの調子でいきます。了解。バーンと撃っちゃいますよ。ハイパーキャノン発射。しまった、命中していない。もっとしっかり狙え。はい、タクトさん。ハーベスター、了解。回避させてもらったわ。ハーベスターでまだ戦う。目標の修理を完了しました。捕手、どこを狙っている？敵が見えていないのか？目標に命中しました。落ち着いてよく狙うんだ。目標、攻撃を回避。敵よりも早く白き月に向かわなきゃ。しまった、かわされた。己こざかしい。こに戻ったのに。神様、次は外さない。これ以上エオニア軍の思うようにはさせません。しまった、かわされた。己こざかしい。言われなくても分かってるわ。やるわね、今のを回避するとは。ダメー、アンカークロー。少しダメージが増えてきたね。今のうちに修理を頼むよ。ああ、ストライクバースト。あいつらのせいで犠牲になった人たちの分まで戦い抜くわ。ハーベスター、了解。しまった、狙いがそれだよ。取り付けました、了解です。命中したわよ、見ててくれた。この敵を倒したらエネルギーの補給を頼むよ、タクト。あれ、外しちまった。私としたことは。ねえ、まだ補給しちゃダメ。エネルギーが底をつきそうなの。了解ですわ、タクトさん。了解。目標を確認いたしました。狙いがそれだよ。ハーベスター、もう一度行ってくる。目標の修理を完了しました。了解です、今すぐ行きます。言われなくても分かってるわ。ああ、分かったよ。了解、行動を開始します。了解です、タクトさん。あれ、外しちまった。私としたことは。エネルギーが低下しつつあります。ピートリガ、そろそろエネルギーの補給が必要そうだよ。は外さない。2段機、攻撃を始めるわ。もっとしっかり狙え。目標、攻撃を回避。しまった、命中していない。4番機、応急処置が完了した。もう一暴れしてくるよ。了解です、今すぐ行きます。了解。落ち着いてよく狙うんだ。エネルギーともに回復、感謝します。はい、タクトさん、もうこちらの攻撃が当たりません。しまった、命中していない。こちら1番機、エネルギーの補給をお願いします。捕手、どこを狙っている？はい、敵が見えていないのか。攻撃に失敗しました。こちらの攻撃が当たりません。助かりました。じゃあまた行ってきます。やるわね、攻撃を回避します。今のを回避するとは。神様か、次は外さない。しまった、かわされた。
おのれ小賢しい。当たってからはね。さあ次行くよ。回避するから見ていてくださいね。うまくいきました。しまった、かわされた。これほどダメージを受けるだが、まだ頑張って白き月までたどり着きましょう。その程度の攻撃で狙いがそれだよ。私を止められると思うな。少し損傷が狙いがそれだ。ええ、何をしてる。これからさ、攻撃が外れた。システムの故障か。どうしたままでは攻撃が外れた。司令、紋章機に援護を求めましょう。生きて、ディステルバ交代する。了解です、今すぐ行きます。被弾したか。防御システムが警告を。奴らがここまでやつかく。しかしこんなところで終わるわけには。攻撃回避されました。この私は。だがエオニア様のもとへは。敵の機関を撃破しました。その他の無人艦も沈黙。よし、みんなよくやった。このまま突破するぞ。残念だけれど、今回はこの辺りで引き上げた方が良さそうだ。今回と言わず、もう出てこなくていいわよ。釣れないね、マイハニー。でも、そんな君も可愛いよ。鳥肌が…助けて、ダッコさん。ダクトさん。ほう、そういうことか。かわいそうなマイハニー。あの美しくない男に惑わされているんだね。惑わされてなんかないもん。ダクトさんはあなたなんかよりもずっとずっといい人なんだから。君は悪夢の中にいるだけさ、マイハニー。僕があの男を宇宙一醜く葬って、悪夢から救い出してあげるよ。その次は君の番だよ、愛しいミルフィー。君は宇宙一美しい夢を見続けるんだ。この僕の手によって、永遠の眠りの中で。そんなのどっちも願い下げよう。さっさと行っちゃえ。我々ヘルハウンズ隊はこれにて失礼するよ。また会う日まで、アデュー。敵戦闘機撤退していきます。奴らが何と言おうが、勝ったのは俺たちだ。これだけ叩き潰しておけば後が楽になる。レーダーに反応。エオニア軍機関全速でこちらに突入してきます。なんだと、あのシェリーって女の船か。特攻するつもりか。タクトさん、早く避けて。いくら撃っても止まらないんです。ダメです、間に合いません。全ブロック各駅緊急閉鎖。総員、衝撃に備えろ。エオニア様の元へは行かせない。お前たちごときに、あの方の理想を邪魔させはしない。落ちろ、エルシオール。私と共に。まだだ。まだ持ちこたえてくれ。あと少しだけ。エオニア様、あなたにお力を分けていただいたのに申し訳ございません。いただいたお力はお返しいたします。私はもはやあなたのおそばにいることはできそうにありませんが、
最後の務めに、あの憎き白き月の落とし子だけでも道連れにいたします。エオニア様と共に広告を離れ、辺境の星々をさまよいながら今日までお仕えできて、私は幸せでした。エオニア様！助かったのか？状況は？敵艦エルシオールの寸前で爆沈しました。本艦に被害はありません。そうか、運が良かったな。うん、何のことだ？ちょっと待て、タクト。戦闘も無事終わったことだし、さっきの言い訳を聞かせてもらおうか。進路グリーン、紋章機は順次着艦してください。エンジェル隊、ただいま戻ったよ。案外楽勝だったわね。あたしのおかげよ。感謝してよね。これで再び白き月へ向かいます。なんとか勝てたようですわね。タクトさんの指揮のもとなら負ける気がいたしませんわ。あのヘルハウンズとかいう連中もこれで少しは懲りるだろうさ。次もよろしく頼むよ、司令。もう先に帰還しているはずですが。タクトさん、はい、ただいま戻りました。我ながらうまくやったと思います。タクトさんの指示のおかげですね。ありがとうございます。あのシェリーさんって人、どうしてあんなことをしたんだろうと思って。それって私にはよくわかりません。だって命を捨ててもいいくらい大事な人がいるなら、逆にその人を置いて死ねるわけがないもの。私だったら大事な人を一人ぼっちにすることなんてできません。ミルフィーが言ってることは私も同感だよ。だけど感傷的になっていてもしょうがない。その気持ちは敵にぶつけてやりな。みすみす部下を死なせた大バカ野郎のエオニアにさ。フォルテさん、ところで、ミルフィー、今言ったあんたの大事な人ってのは一体誰のことなんだい？え？私も興味がありますわ。ぜひその方のお名前を伺いたいですわね。何の話だか私にはさっぱり。ねえ、タクトさん。あら、冷たいじゃない。ドライブアウト前にタクトとミルフィーが二人っきりでいたって聞いたわよ。
きました。あら、その時に言わなかったっけ？私の友情でできることはここまで、あとは自分で何とかすれば。タクト、それで密室状態にミルフィさんと二人きりでいらしていかがでしたの？なるほど、やはりそういうことでしたの。なんとなく理解できました。いやいや、まだまだ。やっぱ当人同士の口からはっきり言ってもらわないと、あらぬ誤解を招くからね。だからその私とタクトさんは別に何も。今さら隠すこともないでしょ。ほらほら、ちゃんと言ってごらんなさい。シェリー、なぜあのような真似を。誰が命を粗末にしろと言った。いつまでも私のそばにいてくれるものと思っていたのに。シェリー。ねえお兄様、なんでそんなに悲しそうな顔してるの？私とシェリーは勉強に流される前からずっと苦楽を共にしてきた間柄だ。そのシェリーが死んで悲しくないはずがない。死ぬって機能停止ってことよね。それってどんな感じ？何？あ、そうだ。だったらシェリーのデータを使ってそっくりの機械を作ってあげよっか。やめろ。どんなに似せたところでそれは本人ではない。シェリーは。なんていくらでも代わりは聞くのに、脳にはわからないわ。シェリーもこの前たくさん壊した人間も同じじゃない。機械を動かすための部品の一つでしかないわ。まあいいわ、脳が紋章機とイルシオールを壊してあげる。そしたらお兄様も喜んでくれるわよね。そして最後は白き月を。楽しみだわ。ノア。Thank you.